はい、どうもはい、楽しみにしてご飯の時間です。いや、今日はですね、今日こちらでございます。今日こちらでございますよ。今日楽しみだよ。今日楽しみ。何かってこれ、新作っちゃ新作。初めての。もう幅しょいない香りしてんな、これ。ちょっと見てください。近くでね。わかりづらいか、わかりづらいか。わかんないかわかんないかわかんないかな、わかんないよね、わかんないっすよね。うまかっちゃん鍋なんですよ。うまかっちゃん濃厚新味、濃厚新味細片麺90秒でできるやつ入れてあります。麺は入ってないです。麺は入れてないですよ。まだ麺はまだ入れてないですよ。もちろん、まあ、その前にちょっとこっちから行きましょうか。こっちからね、箱根の箱根ビールね。よしよし、さあ行きましょうか。ああそうだ、こっちです、こっちです、こっちです。健常ビール、健常だから。はい、ぴったり、はい、ぴったりです、ぴったりです。乾杯、乾杯、乾杯、いただきます。ああ、ああ、おいしい、おいしいな、おいしいな、おいしいね。はい、もう一滴も残ってない、敵も残ってないです。うん、さあ行きましょう。あ、卵持ってこなせた。後で一回切ります。後で一回切って卵取ってきますからね。餅入ってます。天ぷらです。うわちょっと待ってよ、もう楽しいな、もう楽しいな。豚肉です、豚肉です、豚肉です。わあ、これやばいわ。椎茸大好きです。あっ、椎茸大好きです。椎茸いきましょうね。ネギいきましょうね、ネギいきましょうね。ネギこんだけにしとくか。あとちょっとまだつけといて、ちょっと、おー、餅がいい感じで、餅がいい感じで溶けている。餅全部は取らないですよ、餅全部は取らないですよ。なぜかってその餅卵ラーメンのね、あれがあるから。うわ、最高だ、最高だ、最高だよ、最高だよ。ほら、なくちゃ豆腐はもうちょっといこうか。こうでなくちゃ、うわ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 、やべ、やばいっす。なんか売れすぎてほっぺて痛くなりました。あれ、売れすぎてほっぺて痛くなっちゃった。クッて喜んだらほっぺたが、ほっぺたが痛くなっちゃった。うわ、いい香り、いただきます。はい、うまかっちゃんの汁で鍋です。いただきます。あー、おいしい、あー、いいな、いいな、いいな、おいしいね。ちょっと食べづらい、ごめんなさい、食べづらいんで。おいしいわ。うん、うまい。ああ、やっぱ豆腐だね、鍋にはね。あっつい。ああ、もう調味油も入れてありますから、もちろん先に、先に、うん、最後にね。
うん、やばい、これほんと美味しいぞ。ちょっとこれおすすめっすよ、おすすめ。うまかったもん。汁だ、ネギもおいしい。汁で鍋やんの、これおすすめだ。うん、濃厚新味だから余計にいいんだろうな、きっとな。初めて見たんですよ、初めて見つけたので、買ってきたんですけど、普通に食べようかなと思って、もち卵ラーメンで、のりもち卵ラーメンで行こうかなと思ったんですけど、これ今日ちょっとこれやりたいなと思ったら、それちょっとうまかっちゃんで、バイバイバイ、うまかっちゃんで行きたいなと。思っちゃったもんだからさ、そしたらもうねえ、入ってもらうしかないじゃない。うんうん、スイカが美味しい。本当にこの俺、最高これ。餅最高。油でカリッとさせてませんけど、鍋の時はこの中で溶かして、これ美味しいな。うん、濃厚新味だし、あれなんだよね、きっとこれ、この餅が溶けてこのトロトロになってんだよな、これな、これすごいいいな。これは非常にいいですよ。90秒だからね、この新味ね、これはこんだけいっていこうか、こんだけ。もう入ったらすぐですから、入ったらすぐ食べれますから。うわ、トロトロだ。汁生きてえけどな、これいっちゃったらダメだわな、いっちゃったらダメだわな。もうちょっと、あんまり行き過ぎちゃったらダメだわな、そりゃな。フライです。もうそろそろ行かなきゃダメかな。始めたばっかの時はアイラインをかけました。後入れの調味油も入ってるから、すごい香りはいいにはいいんですよ。一回止めちゃおうか、全部なくなっちゃうから。すごい香りがいいんです。そ
そこにさらにラー油、ラー油といえばあれなんですけどね、前も話した出前一丁なんですけどね、初めては初めて、確か初めては熱い、熱い、熱い、そうそう、だから始めたばっかの頃は、始めたばっか一人鍋にしたら大きいサイズかなと思ったんですよ、確かに最初の頃はね。でもね、適量ですよ。これでもだって考えて野菜追加してないですもん。白菜かキャベツかなんか持てば水菜とか、それこそムカちゃんだったら大根も合うかなとか考えて入れたいなと思ったんですけど、考えてね、入んないよと、入んないですよ木島くんって、そう思ったんでこれやめたわけですから。そしたらやっぱ入んないんだもん。これがあれですよ、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんおね、まあ、まだサザエさん的なちびまる子ちゃん的な家族のあの構成であればね、もっとでっかい鍋で、たくさんいろんな種類の具材も入れてみんなでちょっとずつ食べてっていうのができるから、それはまたそれでいいんだよね。一人だと好き勝手できるってのもあるけど、家族だとね、あれ入れようかこれ入れようかっつって、お兄ちゃんそれ食べ過ぎて私の分も取っといてよとか、なんかね、そういうのがあってまた楽しいんでしょうね。それはこの間サザエさん見てて、久しぶりだなサザエさん見たのな、でおーって思ったかっていうと、あれですよ、あれ大掃除の回だったんですけど、畳ひっくり返してちゃんと畳の下までね、畳叩いたりとか畳干したりとか、その時に畳の裏の真ん中に紐があってそれを掴んで運んでるシーン見た時、うわーそういえばそうだったなーと思って、もう何年も畳をさひっぺがして運ぶなんてしてないもんですから、あそういえばそうだったな畳ってって思ってね、それは本当に思った。それ見て懐かしいなと思いましたよ。あこあとあれ、こたつのコンセント赤白、こたつのコンセントの色が熱いな、これ赤白だったんですよね。あれがすごい見てて、うわそういえばそうだったなと思って、懐かしくてね。今もそういうのなってんのかな、本当のこたつは。これなんかもこたつなんですよ。そうこたつにもなるんだけど、そんなね赤白の線じゃないの、こんなはめて赤白赤白赤白ってなってた線でね、昔のこたつ、あの昔でも僕が知ってるぐらいの昔ですからあれですけど、こんなへっこんで平べったくなってフラットになってなくて、ボッコーンって出っ張ってて、そこにこんなラグビーボールみたいなこんなね赤くなるやつがくっついてて、そのボッコーンが網網です、網網ですよ、網網網でカバーしてラグビーボールみたいな真っ赤になるあれがついてね、それでそれがこたつでしたよ。赤白赤白の線の、あサザエさん見て
懐かしいなと思いましたね。島はあったかいっつったって冬は寒いですからね。まあ日によるっていうのもあるし、今帰ったら寒くないのかもしれない、わかんないですけど、冬寒かったですからね。こたつ出す日も、こたつ使ってる時もありましたからね。まあ子供は関係ないんだろうけど、年取ってくればね。やっぱ大人は寒さ感じますよ。どうしようこれ。いや、めちゃめちゃ美味しいわ。ちょっともうそろそろ麺入れるんで、卵取ってきますね。少々お待ちください。はい、ごめんなさい、取ってきました。卵取ってきましたと。火つけます。火つけました。うわ餅が、うわよし、ちょっと取ろうね。ちょっと取りましょうね。麺が入る隙間があれですから。あ、ネギもいい感じになってきてんな。と、よいしょっと、こんなもんかな。心配だな。心配ですね。いっちゃいますけどね。いっちゃうけどね。これいけます？これ。いける？ちょっと足さなきゃダメか、水分。ダメか。出さなきゃダメか。これちょ焦げるか、これダメかな、これダメか。いやー、そうか、ちょっと一回具上げるか。これじゃあ上げますか、餅も含めて。水足さなきゃダメか。いや、そんな、ぜひダメかね。そうですよね。水足してこの具も一気にボンって入れちゃおうか。水足してあっちっちゃ、水足します。はい、はい、ごめんなさい。水足します。これは水足しますよ。じゃあダメだ、これさすがに。で、あんまり足すぎたくないんだよね。味がちょっと薄くなっちゃうの。ちょっと90秒で出来上がる細片麺ですからね。それちょっと考えなきゃいかんかったな、これは。
だもう出来上がってるはずなんですから、本当はとっくに、本当はとっくに出来上がってるはずなんですから。これちょっとメール、もうちょっと水出した方がいいのかな。マジ薄くんの嫌なんだよな。でもしょうがないな、しょうがないね、しょうがない、しょうがない、結果的に良くなるんですから必ず。必ず最後は成功に、成功して終わるんですから僕は。木島君の場合はこれでいいんです。ちょっと待ってください、麺ほぐしてますから、麺ほぐしてます。できてるはずですからね、90度ですから。もうこれなんか上、こっちの方なんかも完璧ですよ。こっちの方だけね、ちょっと弱めよ、ちょっと弱めよ、よし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 、よし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 、よし、良くなってきた、良くなってきた、よし、分かれた分かれた分かれた、よしよしよし、もう合体合体、あった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 、餅、卵、もう卵入ってない、まだ餅、椎茸、よし、これでよし、これでよしよし、これでよし、うわすごいすごいな、これまた振り出し。ああ、でもこれが楽しみだった。もう止めちゃおう。止めちゃおう。はい、うまかっちゃ麺、うまかっちゃの麺。卵も、あ、卵じゃない。餅。餅も。あ、そう。天ぷら。天ぷら。天ぷら、天ぷら。餅。あら、餅も一緒に売る。来た。いただきます、いただきます、うん、あ、怖い、うん、細固め、細固めいいよ、あ、怖い、ああいいね、濃厚新味細かため、いいねいいね、麺もじ、麺も美味しいし、言うことない、あかん、
マカちゃん協力、鍋にしてもこんなに美味しいんだから。新味ってのはいつ出たのかね、全然知らなかったんですけど、よし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 、さあネギもいいね、ネギも行きましょう。 豆腐も、はい、よしよし、こんな感じかな、こんな感じかな、もうちょっと持ち行こうかな。さあ、卵2つ持ってきましたからね、2つ。まず1個、これ贅沢よ、ほら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 、しないごくらいよ。美味しそう。うわ、ラー油の香りもいい。最高、最高。おすすめですよ、うまかっちゃん鍋。卵最高だ、これおいしい、おいしい。いや、今ふと思ったんですけどね、牛乳って、失礼します、
牛乳って全部国産だって言うじゃないですか。卵どうなんですか。卵こういう生食用のっていうか、こういう卵って国産以外のものってあんの？ピータンとかそういうのは別ですよ。生食用ので外国産ってあんのかね。全部国産のような気がするんですけどね。うわすごいすごいこれ、うわすごい、あちゃ押せない、押せない、大丈夫。こりゃいいわ、こりゃいいわ。いや餅の力ってすごいな。こんなボットンボットンなんだもんね。いるかどうかわかんないですけど、餅が嫌いな人は餅を入れなくてもこれ美味しくできますよ。これはで僕みたいに今みたいに 今のよう今作ってるこれみたいにね、餅先入れパターン、餅後入れパターンっちゅうのを、先入れパターンとは別で後入れパターンっちゅうのをやってもそれはそれでいいかもしれない。塩沢教授ももう亡くなられたんですよね、確かね。いいんじゃないですかっつって、塩沢教授クイズダービーの懐かしいね、懐かしいですよ。竹下恵子さん、原平さん、 もちろん石坂浩二さんね、もちろんそうですけど、大橋巨泉さんの徳光さんもやってたのかな、クイズザビーは確か。あ確かそうですよね、確かそうですよね。徳光さんもやってたんじゃなかったか、そうじゃなかったか、確か途中まで進めてから卵いきます。もう一つあります。溢れるといかんからね。クイズダービーもね、なんちゅうんだろうな、そんな楽しいな楽しいなと、うん、ちびっ子でしたからね、楽しいな楽しいなと思って見てるわけじゃないんだけど、なんか見てたね、クイズダービーは。さあ見ちゃってましたよ。なんだっけあれ、巨泉さんが石坂浩二さんのこと、平ちゃんだっけ、平ちゃん、平ちゃんだっけ、何言ってるか分からなかったんだな、あれな。平ちゃんだってね、言わせんないのな。あれ、たけしさん出てなかったっけ、出てたような気がすんな。ああ、どうだっけな。え、いないか、たけしさん。原平さん。竹下恵子さん、石坂浩二さん、篠沢教授、あれ竹下さんいませんでしたっけ、ちょっと思い出せないな、いけない気がするんだけどな、竹下さんもな。
でも原平さんに全部のイメージが強すぎてな。クイズ。どんぐらいからかね、そういうの好きだなと、面白いなと思って見るようになった。世界不思議発見とか、スーパーひとしくんね、小学校3、4年、5年ぐらいなのからなのかな、そうなのかな。スーパーひとくちじゃないひとしくんとか、あとイッツミーの嘘つきの、さあみんなで考えよう、うん、うん、ああいうのとか、あとクイズ番組じゃないけど、あれ、ご長寿早押しクイズ、あれも面白かったな。今だったらダメなのかもしれないね、ああいうのも難しいですよ。いや僕はあれ愛があるというかさ、なんつうんだろうね、決してご長寿をさバカにして笑い物にしてるわけじゃない、いやにしてるだけじゃない、僕は好きでしたけどね、そう思ってたけどね、多分今なら年寄りバカにしてっつって多分ダメでしょ、もう今の時代だったらそうなんじゃないかなと思いますよ。ご長寿早押しクイズ、あら面白かったな、鈴木さんも良かったしな。四郎さん、まあ、あの方あってのですよ、あれは。そりゃね、失礼のないように、それもプロですから、そういう風にできる、そういうのがあって、はい、すいません、あれよかった。あれよかったね。あれ何でしたっけ、カラクリテレビかな、カラクリテレビでしたっけ、あれ。うわ最高、カラクリテレビだったような気がするな。カラクリビデオレターとかありません、そういえばね、あれ世論も出てたな、世論の人もな。うん、後に漁協の、後にかその当時からか分かんないけど、長になってこの間僕あの3月平成30年2018年の正月、あ3月帰った時にお話しさせていただいて、ご協力いただいて、漁協のね、競りとかも撮影させてもらった、うん、出てたはずな、確か。出てたはずよ。あれ誰に言ってたんだっけな、妹の方にいたのか、やかの方にいたのか、どっちだっけね、多分デスターズなんだけど、やかの方は僕の一個上ですよ、その息子さん、全部名前はないですけど、
すごいのよ、性格で。性格ってあの歌ね、あれだね、高校時代全国2位かな、もう甲子園準優勝ってことですからね、甲子園野球でいうと。それなって、いやもう大活躍です。今でもそれプロでやられてますから。世論の先輩、一個上、背も高くてね、力も強くて、で歌が、まあだから歌がっていうか、その性格、それで開花して、すげえよな。どこでしたっけ、あのなんかヨーロッパのね、どっかの国に留学して、いろんな分野で活躍されてる先輩後輩たくさんいますよ。あんなちっちゃい島だけど、すごいね、みんな。いい刺激になります。うまかっちゃん濃厚新味の鍋、いろんなの入れて、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、こんばんは、チャドー。